トロンボーンを始めて1年半が経ちました。1年経ったぐらいからですね、ちょっとですね、仕事とか、いろいろ忙しくて、ちょっと練習がね、あんまりできてなかったんですけども、でもね、ちゃんとね、続けてます。それでですね、でね、一つ変わったことがありまして、このマウスピースがね、はい、変わりました。なんて言うんでしょうね、いわゆるスタンダードな形ですかね。色はローズゴールド、ちょっとピンクがかったゴールドですね。ちなみに今までのはこっち、今回買ったのはこっちですね。こうやって比べるとね、色の違いがよくわかると思います。綺麗な色ですね、ちょっと女性っぽいけど僕はこれ好きですね。それでつけた感じはこんな感じ、そんなに色味のこう違和感もなく、僕はとても気に入ってます。でこれになんで変えたかっていうと、プロの方がね、そのちょっと今全然レッスン行けてませんけども、プロの方がやっぱり大事なのはマウスピースだということで、1年拭いてみてやっぱりこのアンブシュアがだいぶこう変化してきたので、独学でやってた時よりは、だからなんとなくこう出る音ももしかしたら変わってるんじゃないかなと思ってマウスピースを買いに行きました。そしたらね、やっぱり、自分の中では音が変わったような気がするんです。この後吹きますけども、ちょっと聞いてみてください。下手くそさは相変わらずですから、ちょっと聞くに耐えれない音かもしれませんけど、自分の中では成長を感じてます。ただ動画で伝わるかどうかは分かりません。では実際に吹いてみましょう。どうですか？変わりました？僕は変わったと思うんですけどね。以前よりも音が良くなったと思いません？テクニックは全然もうね、まるでダメですけど、その
やっぱり続けてるとね、成長するんだなっていうのは常に実感はしてます。まあ、これからもですね、楽しんで続けていきたいと思います。それではまた。